リンパ腫慢性リンパ性白血病の治療組織型によって大きく違う臨床像と治療についてです講義をしていただくのはですねトラノモン病院血液内科部長の伊津孝司先生です伊津先生はですね東京大学医学部附属病院 NTT 東日本関東病院を経てですね2010年4月よりトラノモン病院の血液内科で勤務されております特にですね、まあ、リンパ腫 経営のです、ね、診療を中心として携わっている先生ですそれでは伊豆先生よろしくお願いいたしますご紹介ありがとうございます皆さんこんにちはトロノモン病院の実です 木村先生のお話の後でお話,あの話をさせていただくのは結構プレッシャーであの木村先生大きな声であのお話をされて非常に分かりやすいですあのいつも僕の隣で隣の隣ですかね虎ノのの門病院あの月に1回外来をしておられてあ木村先生来ると大きな声なのですぐ診療始められたんだなって分かるんですけれども僕もなるべくあの大きな声で分かりやすく始めたいと思いますあのお話をしたいと思いますであの話の前に ちょっとあのどういう方が今来られてるかあの少しあの知りたいので、えー、となかなかこういう場で挙手をするのは、えー、ちょっと気が、えー、向かないかもしれないのでちょっと私にこう目を合わせる形で、えー、どういう方か。 えー、まず一つはご自身かご家族かこう周りの方が、えー、リンパ腫または慢性リンパ性白血病と診断されて、まあ、そういうことでいろいろ知りたいと思って来られている方そして次に医療関係者これは病院で働いていたりあと薬の開発に携わったりまたは販売に携わっている方で3つ目はその他じゃあまず1番目という方。はい 難しいですね <laughs> 2番目という方はいやっぱり難しいですね3番目という方分かりましたいや分かりません <laughs>、はい、まあただあの今日あのそういうふうに、えー、こういうリンパ腫慢性リンパ性白血病の、えー、話をさせていただこうと思うんですが、えー、こういう順番でお話をしたいと思いますまずリンパ腫とはどういう病気かということ お話をしてでその次にリンパ腫の中で一番多いタイプである美慢性大細胞型 B 細胞リンパ腫 DLBCL と書きますけれどもこういうこの病気についてお話をしてでこの病気の治療というのがおそらくリンパ腫の治療の中で一番こう典型的なあのプロトタイプになると思うので、えー、診断と治療の話を 聞いていただいててただその次に「えー、路蜂性リンパ腫」を中心とする低悪性度リンパ腫の話でその他さまざまなリンパ腫の治療を時間のある限りお話をしていきたいと思います。まずリンパ腫とはどういうい病気か、えー、先ほど木村先生の話では急性リンパ性白血病は、えー、幼稚園児がぐれた病気だというふうにお話をされましたがリンパ腫も困った病気でこれは 成熟リンパ球、これはリンパ球の分化段階、えっと、だんだん成熟していく過程だと、大人です。もう、本来働いてていいはずの大人が、ぐれてしまうような、そういう病気です。で、リンパ球が癌化した病気です。で、患者さんの中には、えー、悪性リンパ腫です。リンパ腫ですというふうにかあの、先生からお話を聞くときに、がんじゃありません。 というふうに話を聞かれることがあるかもしれませんけれども確かに胃がんとか肺がんなどの体の表面の細胞が癌化する病気とは違いますただリンパ球という、えー、白血球の一種が癌化する病気で例えばがん保険に入っていればそれが使える病気ですでリンパ球には B 細胞 T 細胞 NK 細胞それぞれ、えー、体の免疫を担当していて 本来はウイルスとか細菌が体に侵入してきたりまたは体の中にがん細胞が出てきてしまったらそれを排除する、まあ、そういう免疫の役目をしている細胞であってそれらががん化した病気がリンパ腫です。リンパと診断される患者さんは日本ででどのぐらいいるでしょうかでこれはがんセンターのホームページにあるデータを貼ってきたものですけれども2016年の予測で 日本全体で新しくリンパ腫と診断される患者さんが約3万人います。で、0万人あたり、25人、いるというふうにされていて。まあ、いろいろな癌があります。胃がんとか肺がんとか前立腺癌など、まあ、さまざまな癌があって。例えば、男性だと胃がんや肺がんや前立腺癌が多くて、女性だと胃がんや肺がんや乳がん。が多い病気なんですけれども、男女合わせると、いろいろな癌の中で、まあ、部位。 癌の部位別で、8番目に多いのが、リンパ腫です。で、血液の細胞が癌化した病気で、よく聞くのは白血病ですけれども。白血病の換算の約2倍以上、骨髄腫と診断される換算の、4倍。リンパ腫と診断される患者がいます。で、リンパ腫と診断される換算の、まあ、年齢とか、男女では、まあ、どんな分布があるでしょうか。 同じがんセンターのホームページから見てみますが確かに10歳代20歳代の患者さんもいるんですが50歳代ぐらいになると増えてきて一番患者さんの頻度が高いのは60歳歳代代後半から70歳代でありますなので血液の領域では60歳以上とか65歳以上あたりを境にして高齢者というふうに言うことが多いんですけれども。 リンパ腫は主に高齢者に起こりやすい病気です。で、この棒グラフの青は男性、赤は女性です。なので、これを見てわかるように、リンパ腫は比較的男性に多い病気であるということがわかると思います。今日のお題は、リンパ腫は多様な病気ですということなんですが、さまざまな点でリンパ腫は多様です。で、えー、まずは、 できる場所が多様ですリンパ腫というふうに聞くと頭の中でこうイメージできる病まあ、病変の場所まあ、どこの病気かというとなんとなくリンパ腺のがんリンパ節が腫れる病気というイメージがあると思いますで、この絵のように体の表面から触れるような例えば首とか脇の下とか 足の付け根のリンパ腺が腫れる、まあ氷剤のリンパ節が腫れるのが一番こう分かりやすい、えー、まあ発病のパターンなんですけれどもそれ以外にもリンパ節は胸の奥であるとかお腹の奥にもリンパ節が腫れあ,のあって、まあ、それらが腫れる場合もあるしそれからまあこういったリンパ節以外の臓器、まあ、こういうのを我々「節外臓器」というんですけれども胃腸であるとか皮膚であるとか えー、さらには脳脊髄、まあえー、さらには骨髄や血液中にもリンパ腫の細胞が出てくることがあります。もう一つ多様なのはリンパ腫は、えーまあ、できる場所も多様なんですが、えー、病気が多様なんです。で大きく分けて、えー、リンパ腫というふうに分けられる病気の中でも リンパ球のうち B 細胞という種類のリンパ球由来の病気とあとは T 細胞とか NK 細胞由来の病気があります。でさらに一般的な臨床経過治療を始める前または治療しないでこう放っておいた場合の経過が非常にゆっくりなものから極めて早いものまで経過がさまざまです。で大きく分けてこの 一般的な放っといた場合の経過が非常にゆっくりとしたものは低性ドドリリンンンンパパととかインドレントいいうふうふに言います大きくなるスピードが年の単位であるかまたは数年経っても病例えばリンパ腺が腫れている大きさが全然変わらないということがあります。代表的な病気には、えー、今日もお話があります露蜂性リンパ腫やモルトリンパ腫があります。 極めて大きさが大きくなるのが早いタイプには、えー、バーキットリンパ腫などがありますけれども、この場合には日の単位で病変のサイズ、あとは検査値の異常が変化することがある。まあ、そういう病気もあります。で、ちなみに今日はリンパ腫というふうに大きく、えー、お話あの大きく捉えてお話をしますけれども、この中でホジキンリンパ腫というのはここに来ます。 えー、経過の早いリンパ腫の一つですがン、えー、ンリリパパ腫腫はは実は B 細胞から由来すするリンパでありますで、えー、非保持ンリンパ腫と保持ンリンパ腫 NHL と保持ンリンパ腫っていう分け方を聞かれたことがあるかもしれませんけれども保持、えー、ンリンパ腫以外のリンパ腫は全て非保持ンリンパ腫もうたくさんの病形があります。 でリンパ腫の分類,では分類は僕らこの WHO 分類というものを使っています。で今はっきりと、えーまあ、使われてはっきりとっていうか、えーっとまあ、一番最新のものは2008年に発表されたこの第4版というものでいろいろなリンパ腫のタイプの定義とか臨床経過とか、えー、などが どういうふうに診断するかというのが書かれてまあ、1冊の本があるんですけれども、えー、全部合わせて53病形のリンパ腫が定義されていますで、今年その分類が新しく変わろうというふうにしていますでリンパ腫の病形はこんだけたくさんあります B 細胞由来のリンパ腫でもこのリストにあるようにたくさんあり T 細胞また NK 細胞由来のリンパ腫もこれだけあり ホジキンリンパ腫由来今日お話をする前にいくつあるか数えようとしたんですけれども何回数えても数が違うのでちょっと明言すすることを避けますけまれどもそのぐらいたくさんありますでただどの病気も同じだけの頻度であるということではなくよくある病気とそれと一方で珍しい病気さらには日本ではほとんど見かけない病気があります。 で中でも美慢性大細胞型 B 細胞リンパ腫 DLBCL というのが一番多い病気ですで次に路方性リンパ腫が多い病気で今日は主にこの2つの病気について診断と治療の話をしますでこの病気のタイプを調べるまたはそもそもリンパ腫かどうかを調べるためには必ず整形といって病変の一部を手術や あとは内視鏡またはえっと CT とか超音波で見ながら太い針を刺して組織を取ってくることが必要ですで組織を取ってきて病理検査といってまホルマリン固定した標本を病理医がいろいろな染色を行って顕微鏡で観察することによって診断が可能ですでフローサイトメトリーとか染色体検査とか遺伝子検査なども併用するとどういうタイプの病気か またそもそもリンパ腫かそうじゃないかということを診断するために非常に参考になります。で、この病理検査というのは、1回その病理医が調べたらもうそれでおしまいかというとそうでもなくて、いろいろ診断が難しい場合が時々あって、そういう場合はその病院の病理の先生、顕微鏡で見て診断をする先生が他の病院、 や大学の先生にお願いをしししててもももうう少し詳しく調べてもらうこともできます、まあ一旦取ってホルマリン付けして、えー、さらにろうに詰めた、えーまあ、標本を、えー、何回かいろいろな染色をして他の先生に見てもらうことは可能でもし診断が難しいという場合は後日再評価が可能だということでありますでその生検の後、まあと診断がついたらまたは診断のための検査と並行して 病気がどこリンパ腫の病変がどこにあるかということを調べる検査これには血液検査や CT やペット CT 骨髄検査がありますしあとは腫瘍マーカーがあるかどうか見る検査それから標準的治療が可能かどうか合併症がないかを見る検査などを行いますでリンパ腫のステージはここにあるアンアーバー分類というのによって記載をされます 病変が例えば首のリンパ節が、えー、首の領域だけに3つ4つリンパ節が腫れている場合もはステージ1と言いますし、えー、首と重角2つの領域に、えーリンパえー、病変があっていずれも横隔膜より上ですからその2か所にある場合にはステージ2でこの横隔膜を挟んで上と下に病変がある場合はステージ3で骨髄や肝臓など リンパ節以外の臓器に多発の病変がある場合にはステージ4というふうに分類をします。でこの病気を決めるための検査で最近よく使われるようになったのが PETCT です。PETCT は FDG18FFDG といって放射線を出すお薬を注射をしてその後この機械に換酸がベッドに入ったまま入ります。そうすると CT と CT との画像が 同時に取られてでそれを融合することによってどこに病変があるかということがただ CT を取るよりもより分かるとそういう検査であります。でリンパ腫に対する治療というのはさまざまで基本的には、まあ、がんなんですけれども取ってしまうような手術治療っていうのはあんまり治療の中心的な役割ではありません。化学療法やや抗抗体体、えー、その他抗体にアイソトープであるとか薬薬物をつけた薬 それから放射線造血幹細胞移植などが治療の主役になります。で病気の種類によっては手術や分子標的薬も用いられます。で今日まず病気の格論で最初にお話をするのは「美慢性大細胞型 B 細胞リンパ腫」についてです。でこの病気は、 週から月の単位で大きくなる B 細胞由来のリンパ腫です病変の場所はリンパ節が腫れることもあればリンパ節以外の臓器が腫れることもあります両方に病変があることもありますが基本的には脳にできる美満性大細胞型 B 細胞リンパ腫以外ではよく使われる治療は世界中 R チョップ療法というものでありますで R チョップ療法は病院によって6回または8回行われて で治療効果判定をしますで「治療効果で完全寛解」CR になった場合は、えー、約6ヶ月かかる治療なんですがその後経過観察をしますで治療が不十分な場合には放射線治療を行ったり二次治療といって別の化学療法が進められることもありますで。ステージ1などの原曲期の場合には化学療法を6回も繰り返さないで3回行ってその後病変があった場所に 放射線療法、局部治療を追加するということもあります。で、アルチョップ療法を具体的に見てみますが、えー、具体的にはこのリツキシマブ、えー、シクロフォスミド、ドキソルビシン、ビンクリシン、プレドニゾロン、えー、と五種類の薬を、えー、用いる治療で、えー、と点滴の薬は三、えー、週に一回使うのみで、えーと、最後のプレドニゾロンだけ、えー、飲み薬で五日間使うと。で、これを 三週間隔で6コースまたはこのリツキシマブというのは分子標的療法で B 細胞正常の B 細胞とあとは腫瘍性の B 細胞リンパ腫の B 細胞の,細胞の細胞の表面にある CD20 というものに対する抗体を薬にしたものです。 で点滴をするとこの CD20 陽性の細胞のところに血液を伝わって流れていって細胞の表面にペタッとついていろいろなメカニズムでこの腫瘍細胞が壊されるということで治療効果を発揮します。RCHOP 療法6回行った患者さんは治療が終わった後に治療効果判定をします治療が効いているかどうか。 まあ、診察をして、えー、体表に病変がある人は触って効いてるかどうかっていうのはご自身でも分かると思うんですけれども客観的に把握するためには CT で、えー、確認をしますでただ、えーまあ、目指すところは CT で病変がすっかり消えてしまうリンパ腺の腫れがなくなってしまうというのが目指すところなんですが患者さんによってはもともと非常に大きいこぶがあった場合ある程度小さいこぶが残ってしまうことがあります。ここれまでではうういう CT コブが残ってしまう場合には治療が不十分だ、物足りないということで、例えば放射線を当てたり、さらに抗がん剤治療を続けたりという治療が進められたことも多かったと思います。で、最近、この残ってしまったコブがまあ、生きたコブなのか、それとも後方、単なるカスなのかということを見極めるために、先ほどのペット CT を用いるということが一般的になってきています。 ペット CT を用いると、治療前にはこういう大きい病変はこういういに光ります。ただ、えー、まあ、生きた病変が残っていれば光るんですが、えー、治療が終わった後のよく効いて残ってしまった単なるカスはペットでは光りません。で、こういう場合は、えー、CT でコブが残ったとしても、完全走行、完全感解、または CR と言って、えー、通常こういう場合は追加治療を進められないということになります。 でリンパ腫の治療効果判定は、まあ、その、えー、CT とか PETCT を使って完全走行や部分走行安定進行、まあ、そういう評価をしますが完全走行になった場合には、えー、と一般的には追加の治療はしません。でその後、C、一旦 CR 完全寛解になったらもう二度と再発をしないということではないんですが通常はあすぐに再発することは少ないので完全寛解になった場合には、えー DLB-C の換算ではまず喜ぶということになります喜ぶっていうか喜んでいいいと思いますで、えー、とこれは、えー、この美慢性大細胞型 B 細胞リンパ腫で完全走行が得られた換算のその後の経過、えー、何か追加治療しないで経過を負ったものなんですが、えー、IPI というのは今日はあんまり詳しくお話ししませんけれどもリンパ腫の再発しやすさを示すえ指標で。 これが高ければ高いほど再発,が再発を起こしやすいというものなんですがこの指標が高い人でも一旦 CR 完全走行が得られた場合は再発率は約4分の1程度25%でこの指数が低い患者さんの場合には一旦 CR が得られたらその後再発する可能性は10%未満ということで一度 CR が得られた場合にはその病気が 二度と再発しない治せる可能性が高いということで安心して社会生活に戻ることが進められますでも残念ながら再発してしまう患者さんがいます。で美満性大細胞型 B 細胞リンパ腫で再発してしまった患者さんに対しては r チ c h o p 療法以外の治療後で詳しくお話をしますがサルベージ化学療法というのをお勧めします。 でサ,ルサルベージ化学療法を行ってある程度効いている場合には血液の種の細胞にあたる、えー、増血管細胞を、えー、採取ししてて凍結しておきますでさらにサルベージ療法を続けてもし治療効果が得られる、えー、病変がちっちゃくなる RCHOP では再発をしたけれども治療を変えればよく効いているようであればさらに強い治療大量化学療法を行ってこの凍らしてあったじかの幹細胞を 溶かして輸血をするとまあ、溶かして自分の血液の種の細胞を入れると、まあ、それが自家移植なんですがこういう治療が進められますだいたい65歳とか70歳以下の方であれば特に臓器障害や感染症がなければ、えー、自家移植が可能です残念ながら、えー、サルベージ化学療法が効かない場合には、えー、3種類目の化学療法を行ったり、えー、支持療法といって緩和的な治療が進められる場合もあります でサルベージ化学療法は r チョップ療法が効かなくなったために再発をしているということで r チョップ療法の一番中心になるドキソルビシンアドリアシンという薬は使わずに r チョップ療法には含まれない薬をいくつか組み合わせて用います。いくつかの種類のサルベージ化学療法が報告をされていてそのうち例えばチェーサー療法とか r デビック いうのは日本で開発された治療なんですがこれ,らでこれらのうちそれぞれれれぞのの病院で使い慣れていい慣てるるものを進められることとが多いと思いますでどのサルベージ化学療法が一番いいかというものを比べる試験いくつか行われているんですけれどもどの治療がいいという結果は得られていないのでおそらく使い慣れているものを使ってもらうのがいいというふうに思います。 で一般的に r ルチョップ療法よりも強力な治療なのでかつ点滴の日数が複数にわたることが多いのでこのサルベジカージ化学療法を行うことになったら入院しての治療を進められることが多いと思います。でリンパ腫の換算でも中枢神経脳の脳や脳の周りの髄膜というところに再発をしてしまうことがあります。 で脳は誰もが想像できるように非常に大事な臓器ですのでそこにリンパ腫の細胞がいってしまうと脳の機能が損なわれて例えば麻痺が起こったり痙攣を起こしてしまったりさらには意識障害を起こしてしまったりしてそのまま放っておくとかなり命に危険な状態になってしまいます。ということで中枢神経再発を起こしてしまった患者さんの汚染その後生きていける可能性っていうのはかなり悪くなります。 でえー、と中枢神経の病変がある場合には、まあ、使える薬剤、まあ、有効な薬剤というのは非常に限られてしまいますしあとはその中枢神経病変に対して有効な薬というのはリンパ腫脳以外の病変に対しては実はあんまり効果が高くないという問題があります。でリンパ種にあいくつかその中枢神経に再発をしやすいそういう特徴のあるタイプがあるということが知られています。 でまあ、リンパ腫と関連している病気として先ほどの ALL 急性リンパ性白血病はその1つですけれども美慢性大細胞型 B 細胞リンパ腫のうち c d 5が陽性のものや、えー、と血管内にのみ病変ができるようなタイプそれからバーキットリンパ腫では、えー、脳の再発のリスクが10%以上あるというふうにされていて、まあ、こういう病,変あの病気の場合には、えー、中枢神経再発予防といって、えー お薬を直接髄空内に注射をするとか MTX 大量療法などを予防的に行うということが進められています。で経過の早いタイプのリンパ腫の、まあ、もう一つ例を挙げるとバーキットリンパ腫というものが挙げられます。バーキットリンパ腫は非常に経過の早いリンパ腫で日の単位で病変が大きくなり LDH という検査の値が非常に高くなり急に高くなります。 でよく血液中に腫瘍細胞が出てきて急性白血病と同じような発症形式をとりますで、まあ、診断は、まあ、特徴的な検査のマーカーがあって診断はつきやすいんですでバーキットリンパ腫の場合には基本的には r チョップ療法があんまり有効ではありませんなのでバーキットリンパ腫用の、まあ、いくつか有効な治療というのが知られています でこれらをやるとまあほっとくと場合によっては一週間以内に命に危険があるような病気なんですが、えー、化学療法で病気が治せる可能性は非常に高いというふうに言われていますでは次にインドレントリンパ腫低薬性ドリンパ腫の話をしますインドレントリンパ腫のうち代表的な病気が路方性リンパ腫ですで路方性リンパ腫は 診断される時の患者さんの症状や病変の大きさがかなり多様です。胃満性リンパ腫と同じように何らかの症状例えばおリンのリンパ節が腫れてその結果足のむくみが起きたりあとは水腎症といって腎臓から尿が出てくる通り道がブロックされてしまったり、まあ、そういう症状があったりする患者さんもいれば。 人間ドックとか健康診断で超音波検査でたまたまおなかの中のリンパ節が腫れてるとかご自身で鼠径部のリンパ節が腫れてるのに気づいたり、まあ、そういった何にも症状がないでリンパ節も1センチとか2センチとか大して大きくないような段階で見つかる方など非常に様々ですです。症状がある場合には治療が必要で通常 r チョップ療法やチョップ療法のうちアドリアシン を抜いた RCVP 療法のまあ、いずれかが今使われることが多いと思いますそれから路方性リンパ腫の場合は六、えー、コースの治療の後感慨、えーえー、病変が小さくなったらその後リツキシマブ維持療法といって2ヶ月に1回、えー、2年間リツキシマブだけ、えー、点滴を続けていくという治療が、えー、承認をされています全然症状もない、えー、病変のサイズも非常に小さい ような場合ご本人も、えー、主治医の先生もこんなちっちゃくて治療する意味にあるのかなというような患者さんの場合には何もしないで定期的に病院に行って大きくなってないかどうか、えー、ま,ずまずいような合併症が起きてないかどうかっていうことをチェックするだけの無治療経過観察ウウォッチウェイトとといいますがそういうことも可能ですもし病気があることがとっても心配で何かこうアクションをしたいという場合には リツクシマブ胆剤療法といって、えー、CD20 抗体の治療だけを行ううとということも可能ですで僕はさ、えー、まざ、あ、まな考え方があると思いますけれども全く症状がない病変も 1cm2cm 非常に小さい場合には例えば脱毛するような r チョップ療法のような強い治療をやるのはちょっともったいないんじゃないかなというふうに思います。 原曲筋の裸膀性リンパ腫の場合には放射線治療が良い選択肢になりますが、それでも原曲筋でも非常に大きい範囲の場合には前進行期と同じような治療方針が取られることもあります。残念ながら裸膀性リンパ腫は治療効果は治療すればよく効くんですが、長い目で見ると数年十数年で再発をすることが多いし、再発をした後それがそれを繰り返すことが多いです。 でそれが問題ですただ今のところ路方性リンパ腫に対して、えー、再発時に使える治療がいくつかあるし、えー、それからさまざまな治療があ開発をされていますで、路方性リンパ腫の再発時に気をつけなくてはいけないのが路方性リンパ腫の患者さんが美満性リンパ腫のように経過の早いタイプに急に途中で化けてしまうことがありますで、これを組織学的形質転換と言いますトランスフォーメーションと言います で一部の病変が数週の単位で大きくなるような急速に大きくなるような場合や症状としては熱や体重減少がある場合血液検査の結果では LDH が急に1,000とか2,000に上がってしまうような場合で再発時に PETCT を取ることがあると思うんですが PETCT のレポートに SUVMAX といって PET の光り方を表す指標があるんですがそれが非常に高い。 値で報告ををされてきたような場合にはケース転換を疑います。で、そもそもケース転換というのは病理組織でもって微満性に化けているというのが定義なのではっきりと診断するためには再発時にもまたもう既に両方性リンパ腫って診断されてるんですけどもどっかのリンパ節が大きくなってきたらもう一回生検をすることが一般的には進められます。でトランンスフォーメーメションを起こした場合には えー、美満性リンパ腫に準じた強力な化学療法を、えー、進められることが多いと思います今まで何も治療しないで経過観察をしていた場合には美満性リンパ腫に対して行われるような R チョップ療法が可能で、えー、その場合は、えー、非常に有効で、えー、予後もそんなに治療成績も悪くありませんただ問題なのが R チョップ療法をやった後にトランスフォーメーションを起こしてしまう場合でそういう場合は 強力な治療を行って可能であれば自家移植などの造血幹細胞移植をすることが勧められますマントル細胞リンパ腫は路方性リンパ腫とは違うんですが見た目かなり路方性リンパ腫に似ていてとリンパ球としては小型の細胞ががん化して起こることが多かったり路方性リンパ腫のような病理組織に見えることもあって気づかないと マントル細胞リンパ腫と診断されない見逃されていることが時々ありますただ最近は診断のために必要な検査を病理の方でも、えー、と臨床の側でも、えー、しっかりやることが増えてきているので見逃されないことが多くなっていますマントル細胞リンパ腫の患者さんでは、えー、自家移植若い自解食が可能な患者さんでは R チョップ療法よりもまあ強力な化学療法を行って、えー、自解食に進むことが 一般的に進められますで、自家移植ができないような年代の患者さんでもまア、あ、R チョップ療法だけじゃなくてさらにリツキシマブの維持療法をやったりあとは骨髄腫に対してよく使われているボルテズミブを使う多剤併用化学療法が有効であるということが知られていますいずれにせよ美満性リンパ腫とは違う治療が進められますで、再発をした場合にもマントル細胞リンパ腫ではいくつか有効な治療薬が知られています なのでマントル細胞リンパ腫だということを診断時とかあとは再発時に把握しているということが治療正しい有効な治療を選ぶ上で大事であります。で慢性性リンパ性白血病今日は今までずっとリンパ腫というこぶ、まあ、を作るような病気についてお話をしてきましたが慢性リンパ性白血病は成熟した B 細胞ががん化して起こる病気と。 いう点でリンパ腫と共通です。で、まあコブを作ることもあって、コブを作る場合には小リンパ球性リンパ腫 SLL と言います。で、慢性リンパ性白血病は血液検査で白血球が増えて、CML の場合には高中球という種類の白血球が増えるんですが、リンパ球が増えるのが慢性リンパ性白血病です。で、リンパ球だけが増えて何も症状を起こしてない。 貧血も血小板現象もない場合には何もしないで無治療経過観察をするというのが今世界中の標準的なやり方ですただこの病気が進行してしまうと貧血が起きたり血小板が少なくなったりリンパ腺や肝臓脾臓が腫,が腫れたりしてさらには熱や寝汗や体重減少などの全身症状が起きたりします。でそうした場合ににははは治治療療が必要になりりますで治療はやはり 局所の病気ではないので化学療法が中止になります。で慢性リンパ性白血病ではこのフルダラビンというのが今までの特効薬みたいなものでありました。でこれが端材で使われたりシク,シクロフォスファミドやリツキシマブと併用されるというのが一般的です。でこれが 世界標準の治療なんですが実はこのリツキシマブというのが今のところ慢性リンパ性白血病が適応症ではないということで世界中でで使われている治療が今日本では行えませんでその他やはり CD20 が陽性の病気なのでリツキシマブは使えないとしてもオファツムマブという別の CD20 抗体が再発時には使えます。 最近この分子標的薬のイブルチニブ BTK 阻害薬というのが承認をされて使われるようになってきました。で、えー、と慢性リンパ性白血病の患者さんでは、えー、と病気の細胞腫瘍細胞の膜の表面に免疫グローブリンすなわち、えー、と B 細胞受容体ということもあるんですがこれがあって。 ここから常に細胞が増えるまたは細胞が死なないようにっていう刺激が伝わっているということが知られていてこれがこの CLL の主要細胞が増えるまたは生き続けるために非常に必要なシグナルですで、このシグナルを伝えるタンパクに BTK というものがあってこれをブロックするタンパクがイブルチニブですでイブルチニブは飲み薬です で海外では CLL と先ほど少しお話をしたマントル細胞リンパ腫と原発性マクログルブリン結晶に対して承認をされています。でまあ、いくつかの副作用があるんですがいわゆる抗がん剤と違って白血球や血小板が減る副作用が結構少ないということが利点です。でこれは今年から日本でも少なくとも CLL に対して使えるようになってきました。 でリンパ腫というと、まあ、そういったことはリンパ球のがんという説明をしてきたんですがこのモルトリンパ腫の話を聞くとちょっと本当にこれはがんと言っていいのかどうかというふうに少し疑問に思われるかもしれません。でモルトリンパ腫というのはやはり小型 B 細胞からなるリンパ腫でリンパ節に起こるというよりはリンパ節外の臓器消化器であるとか甲状腺とか。 血膜目であるとか、まあ、そういうところにできることが多い病気ですで一番多いのは胃にできるモルトリンパ腫で、えー、胃炎とか胃潰瘍とかと同様にヘリコバクターピロリ菌が原因となっていることが多いということが言われてます。で除菌療法といって、えー、胃薬と抗菌薬2種類を1週間飲む治療を行うだけで半数以上の方が治ります。 飲み薬の抗菌薬と胃薬を飲むだけで半数以上の方が治るので本当にこういうものをリンパ腫、まあ、今のところ病気の分類ではリンパ腫悪性腫瘍というふうになっているんですけれども悪性腫瘍と言っていいかどうかというのには疑問がありますで胃以外のリンパ腫モルトリンパ腫でも病変が減局している場合には局長治療放射線とか手術が、えー、用いられますで今日はあんまり詳しくお話しはしませんが T 細胞腫瘍または T 細胞から起こるリンパ腫や NK 細胞から起こるリンパ腫もあって特に NK 細胞から起こるリンパ腫はチョップ療法が全然効かないということがすでに知られていてチョップ療法以外の治療が進められています。 ホジキンリンパ腫は今まで僕らが習ってきたがんの中で一番最初に抗がん剤と放射線で治せるということが分かってきた病気で、まあ、治る患者さんが多いだけにしかもこの保持金リンパ腫は若い患者さんに起こることが多いのでより治療を軽くしてどこまで軽くすることで同じだけの治療効果が維持できるかということで治療の研究が進んでいます。 今、ホジキンリンパ腫と診断される患者さんで、原曲期で、えー、予後不良因子なし、病変が小さくて、えー、あんまり症状のないような患者さんの場合には ABVD 療法2コース、2ヶ月かかりますで。放射線治療20グレー1ヶ月です、3ヶ月の治療を行います。まあ、ABVD 療法は脱毛があるような治療、脱毛や、えー、あとは吐き気。 あとは血管痛などがあるようなそれなりに副作用のある治療なんですがこれを2週間に1回行っていくんですがそれを行う方で原曲期で予後不良因子があっても進行期であったとしても70%以上の患者さんが治せます。 なので、ホジキンリンパ腫は、えー、かなりの患者さんが今や治せるようになってきました。で今日、まあリンパ腫についていろいろな病気を例にとってお話をして、駆け足でお話をしてきましたが、病形によって経過や進められる治療はかなり異なります。美満性大細胞型 B 細胞リンパ腫であれば、世界標準のアルチチョップ療法で60%以上の患者さんで、えー、治癒、 がが可能ででですすし路方性リンパ種でもアルチョップ療法などが非常に有効ですただ残念なのが長期的に見ると再発を起こすことが多い。でバーキットリンパ腫マントル細胞リンパ腫その他それぞれの病形で適切な治療選択肢が既に知られているものもあります。で今はリンパ腫に対する新しい治療法や新薬開発というのはリンパ腫全体を対象というよりはそれぞれの まあ病形を対象として積極的に行われています以上ですどうもご清聴ありがとうございました伊豆先生ありがとうございましたでは質疑応答の方に入りたいと思いますまず一つ目ですトランスフォーメーションが起こる起床というのは分かっているようでしょうかもしくは BLBCL になる前に路胞性リンパ腫を経過すると考えてよいでしょうかすみません はい、ありがとうございますトランスフォーメーションを起こす規則というのは十分には解明されていないんですがすべ、まあ、てのがについてそうであるように遺伝子に傷がついてまたはその傷が増えて露蜂、えーまあえー、性リンパ腫のようなおとなしいものがおとなしくなくなるということであって、まあ、そのときに起こる遺伝子のどこに傷が入るとトランスフォーメーションが起こるかというのはいくつか知られています P53 であるとか。で昔は、えー 何もしないで治療しないで放っておくとまたは弱い治療をするとそういったトランスフォーメーションを起こしやすいとか逆に治療すると抗がん剤治療を浴びるので抗がん剤治療をすることによってトランスフォーメーションを起こしやすい、まあ、そういう遺伝子の傷がつきやすいというふうに、まあ、それぞれ別のことが言われていたんですがあんまりその治療をしたかしないかということは関係ないというふうに今のところされています。 はいありがとうございますじゃあ続きます、えー、薬学生の方です実際に担当させていただいた患者さんです70歳男性で悪性リンパ腫の患者さんです、えー、質問としてはですね R チョップ療法を行っている際体重減少が見られましたまたまあ、糖尿病による高血糖が見られました、えー、これは薬物療法によるものですかそれとも B 症状によるものですか立、えー、さんツキ酸糖尿時の えー、なんだろう。インフュージョンリアクションリアクションが発言率および発言後の薬物療法の変更点を教えてください,いうことです、ね。えっとまずインフュージョンリアクションについて言うと重症な もう治療をすっかりやめなきゃいけないようなインフュージョンリアクションというのはリツキさんの点滴をすると高熱寒気、震えがして高熱が出ることなんですがそのまま放っておくと血圧が下がったり呼吸困難が起こったりして命に関わることもありますただそういうことはちゃんと管理している限り、えー、まず問題ないというか熱が出てもちゃんと対処すればすぐその日のうちからまた再開ができるのでインフュージョンリアクションで治療をやめなきゃいけないということは通常めったにないです。で、えー 治療中の体重減少なんですがさまざまな要素があって治療がそもそも効いているかどうかとかその治療前に B 症状があったかとかそれからチョップ療法というのはプレドニゾロンというステロイドを使うのでステロイドによって高血糖が起きて、まあ、血糖高血糖が非常に悪ければ体重が減っていくような要素になるので治,、まあ、治療あとは 治療によって食欲不振、またはおしんおう吐ですね、あの気持ち悪くなって食事が食べられないことはあるので、まあ、非常に原因が多様だと思います、なので一言でもは言えないんですが、まあ、そういった多様な、どういう理由で体重が減っているかということを考えていかなきゃいけないというふうに思います続きまして、ABVD 治療を受けています。 漢方薬の服用を考えてておおおりりまますすがお医者様には止められております抗がん剤と漢方薬の組み合わせはだめなのでしょうかリンパ腫の治療は薬が一般化されているものが多いですがこれはなかなか新しい効く薬が出てこないからでしょうかということ2つになりますね、はい、1つ目は漢方薬の。 はいえーとまあ、漢方薬も種類によっては抗がん剤治療と併用して特にその抗がん剤治療やとがん、えー、とリンパ腫があるということでの、まあ、だるさを、えーまあ、良くする改善するということで、えー、と使いやすいものというのはあると思いますただ、僕自身も、えー、と化学療法をやっている日あの患者さんに漢方薬を勧、えー、めていることはあまりありません。でもう一 じゃ、ちょっと、あの、後半の質問は、あの、個別に、あの、対応したいと思います。はい、失礼しました。ありがとうございます。先生レクチャー、ありがとうございました。あの、一つお伺いしたいんですが、リンパ腫は高齢の、まあ、中高齢の男性に多いって。それから原因は分かってないというお話だったんですけど、まあ、先生のご所見でよろしいですから。どんな販売で、えー、中高年の男性に多いのかという。 お話を。<laughs> 一ついただけたらどす、ね。すいません。わかりません。なんか。えー、すいません。わかりません。例えば高齢化になってるとか、なんかそういうこともあとかえすか。えっと、高齢化。えっ、ー、と、まあ。日本全体としてリンパ腫患者さんが増えているということは、高齢化一つの原因なんですが。年齢調整発症率、罹患率といって。高齢化。 とは無関係にリンパ種の患者さんが増えているというデータもありますなのでちょっとでその理由についてはあまり今のところはよく分かっていませんもしかすると一つはえっと今までリンパ種と診断されてない患者さんがえっと整形やえっと病理検査でそういう診断されるような謎のがんだった患者さんがリンパ種と診断されるようになってきたというのは一つの説明ですけれども実際に本当にリンパ種の患者さんが増えている可能性はあります ただその原因はちょっと僕のアイディアではあんまりないですなければです、ね、お時間になりましたので、これで悪性リンパ腫と慢性リンパ性白血病のセッションを終了させていただきます。